はい、おはようございます。3月22日になりました。朝5時の相場解説です。今日は1時間だけで、えー、お話をしていこうかと思いますけども、えー、大きな利格を出したところがここでヒゲを出したって言いましたよね。で、こちらも同じ現象が見えています。この2つはもうすでにお話ししていたんですが、そのヒゲがだんだん小さくなっていってるでしょ。ボラティリティが縮んでる状態です。こういうふうにね。 で、次のフェーズではもうヒゲはあまり見えてこなくなると思いますので、あまり気にしなくていいと思うんですが、肝心なのはですね、このポイントを抜けた時っていうのが、やっぱりこう大きく伸びているってところなんですよ。で、このポイントを抜けた時っていうのが、やっぱり大きく伸びているってところなんですよね。で、これ120円まではノンストップで倍の方に行きますよってことをお話したのはずいぶん前で、だからこそ多くの人が決済するだろう、その手前でね、 えー、売り抜けて1抜けてけけててたたっっななわんでですよでもう一回上級者の中でもうワントライできる人はここでももう一回取ってるわけなんですよねで上昇してくのが分かってるんでもうこの辺で入れるわけですよこの辺でねで入るとしたらこのポイントでしょうねきっとここにもうあれですよ兆しが出てますからねここですよこの辺にでこれ分かりますかねこの図ははいで 120円まではノンストップで倍でいけばいいんですけども、私はもうすでに安全策を取ってね、ここで利益確定して、えー、利益確保してですね、120円を超えたあたりからもう一回いろいろと考えていこうかと思います。私はね。で、この放送を見てくださってる皆さんは、ずーっと倍の一辺倒でいいわけですよ。場合によっては追撃追撃してください。で、それでこのね、えー、っと、1週間から10日ほど、誰一人損失は出させてないはずですよ。ね、まあ、ロスカットを外してもいいとは言いませんけども、 リスクリアードをしっかり取ってですね、ロスカットラインを間違えなければ、もう利益取れていけるでしょう例えばね、このあたりで120円をテイクプロフィットにリスクリアード組んだら、ものすごいね、あの、リスクリアード3.1でもものすごい幅でロスカットラインが引けるでしょうこういうふうに。いや、このチャンスってめったにないですからね。うん、だからここまでは、ここまで損失出した人いないでしょうね。 損失も出よようがないですよここまで私も値段まではっきり言っててねで自分でもエントリーポイントをお話していてさらにおまけで、えー、上級者がどういう風にね一斉に利益確定するとこの比が出るかっていうお話もしましたよね講義も入ってるわけですよこうやって <laughs>、うん、で、えー、今回はあの以上なんですけどもとりあえず120円に行くまではずっと倍でいけばいいんじゃないですかでロスカットを食らったら考えればいいんですよ、ね ここら辺でもしかしたら上昇する動きが止まるんじゃなかろうかっていう風に勝手に想像しないことなんですよ。うん。とにかく全時間軸で右肩上がりになってますから、ロスカットを食らうまではずっと倍で追いかける。追撃していく。うん。これですよ。資金量に合わせてやってくださいね。それでは、まあ、本日は以上でございます。引き続き倍の戦略です。